8月7日になりました。どうもアザラシです。期待の実況を続けていきましょう。今日でもパートつかシャープ8になっちゃって、いつの間にこんなにやっちゃってるんだって感じになってますけど、シャープ8ですね。誰もおらん、寂しいの。もうターニャしかないのかな。ターニャに行くしかないよね。ここまで身を乗り出してしまうと、身を乗り出してしまうと。朝一で行っていいんかな、札幌国際病院。男たちにから、あなたにはいろいろとご迷惑をおかけしてしまって。かわいい。あのね、酔っ払いに絡まれるときさ、喫茶エンゼルに行きますかって言われて、喫茶エンゼルに行こうとして絡まれたわけじゃないですか。あれ、もしも別の店に行ってたらどうなったんだろうね。絡まれなかったのかな。おろいいんすか、いいんすか、もらっちゃって。子供の頃の携帯持ってたんですね。赤いスズランを持って、お父さんが帰ってくるように祈っている夢。ターニャ、そんな薬かニトログリセリンって。ニトログリセリンかどうかわからないけど、その薬がこういう一般的な狭心症の人が入院してどういう薬を出されるんだろうね。あのもう今日一日することなくなったんだが、とりあえずあの代わりに話を、工房で代わりに話をしてこよう。誰もいないみたいだな。いや、あのターニャの話をさ、多少なりともして今ちょっと大変な雨に遭ってるんすよっていうことをさ教えてあげた方がターニャのためになるんじゃないかなと思ったんですけど、誰だおめえはってなるのかな。今のとこ喫茶エンゼルちょっと一服。よく見たらしっかりタコ、あの小樽の町ですね、この地図ね。見たら場所だってわかるわ。誰もいねえ。でも飯が安いな、飯が安いね。550円でとんかつ定食食べる。安いよ。腹減った、お腹減りました。ちょっと電話かけてみる。プルプルプル、ターニャに電話かけてみよう。起きてるかい、行っても大丈夫かい。でねー、これだから今時女子はこの流れで電話かけちゃいかんらしい。寝ちゃったからさ、ちゃんと話しようと思って、そういう魂胆がよくねえんだろうな。はあ、誰もいねー。鬼電してみるか、椎名薫さんに。ピッピッピッ寂しいな、今日もう終わるぞこれ、今回今回のパート終わるぞこれ。まあもう出会わないとなったらもうとことんだな。おとなしく帰るか。今日はちょっと時間が、動画としての時間が非常に短くなってしまったな。仕方ないんだけど、仕方ないか。お兄ちゃん、
おかえりなさい。小鳥やんけ。私もさっき合宿から帰ったとこだよ。おお。はい、お土産。有島せんべい。これ、ニセコ名物。なるほど。サンキュー。ちょうど今、ご飯の用意もできたところだよ。お腹空いてるでしょ。実家のような。たくさん食べてね。実家のような安心感。すげえ。イタリアンにしてみたの。ポカッチャとタイのカルパッチョ、それにバーニャカウダーだよ。ポカッチャ、タイのカルパッチョ、これはバーニャカウダーなんだね。バーニャカウダーってのもなんか最近あのなんだっけ、アヒージョの方がさよく話題になるよね。でもバーニャカウダーもアヒージョみたいな料理なのかな。あれどうも、アヒージョはさ、あのオイルでなんか、ね、オリーブオイルで茹でるみたいな感じじゃん。とりあえずバーニャカウダ気になるので、バーニャカウダから。バーニャカウダって何なの実体。セロリ、赤ピーマン、ほうれん草を茹でたじゃがいもなどに温めたニンニク風味のソースをかけて食べる。あー、なるほど。根本的に全然あのアヒージョとは違うもんなんだね。でもこっちも結構ニンニク使うんだね。バーニャカウダーはイタリアの農家でよく作る家庭料理なんですって。へえ。オリーブオイルでニンニクを温めて柔らかくなったら潰して裏ごしするの。そこにアンチョビを少しずつ溶かしていけばソースの出来上がりよ。ソースを多めに作っておけばお肉にもお魚にもパスタにも合うから便利なんだよ。なんでこの小鳥がこんなに詳しいんだ。イタリアでは手抜き料理として有名みたい。へえ。ここでちょっとご飯を一つまみ、ご飯じゃないパンを一つまみ。フォカッチャってまたパンと何が違うの。おお、何が違うのフォカッチャとパンは。フォカッチャはピザの生地で焼いたパンだよ。へえ。熱々のうちはそのまま食べるのが一番。全部疑問に答えてくれてる。それからサンドイッチにするといいんだよ。ほう。タイのカルパッチョについて特に聞くこともないな。タイをカルパッチョにしただけだ。なんか刺身みたいなもんだよな。あ、へえ。オリーブオイルとバルサミコ酢なんだね。たくさんのハーブ。スーパーのタイ、これはもうスーパーのタイの刺身をカルパッチョにしてたんだ。なるほど。私がいない間お母さん何作ってくれたの。タイ焼きのお刺身とか。お刺身は簡単だもんね。北海道のお刺身って美味しいでしょ。タイ焼きでしたけど、タイ焼きの刺身。お兄ちゃんちょっと待っててね、今アイスティー入れるから。はあ、なんてええ子なんや。ごめんねお兄ちゃん、紅茶の葉っぱ切らしてたみたい。あら、明日買いに行かなくちゃ。あらら、これは悩むね。まあ別にターニャのとこに行くと限らないからね。本当嬉しいな。まあ買い物行くのぐらいだ。別にどうしよう、午前中は部活だから。お昼に札幌駅前で待ち合わせ。昼に札幌駅前、それでいい？はあ、その時間はちょっと昼はちょっとな。なるほどね。それじゃあ私一人で行ってくるよ。あ、ちょ、あ、私そろそろお部屋に戻ってるね。あちゃー、ターニャの見舞いがもしかしたら夕方午後までかかるかもしれんみたいな目測をしてしまったな。ちょっと失敗したか。失敗したね。失敗したかな。まあ、それは次回分かることだね。絶対ターニャのとこ行くでしょ。行くでしょ。はい、どうぞ。あ、
昨日着てた服とちょっと趣が、ね、知ってる例の赤いスズラン、釈迦元がいるけど、紹介したんだけど、首元に問い合わせの電話が鳴りっぱなし、ものすごい反響よ。え？で、運河工芸館に連絡したら、あっちにもすごい件数の電話が来たらしい。なんて迷惑な。急遽製品化が決まったわ。いや、本当良かったわね。良いか良いか、だってターニャ、ターニャ作れないじゃん。ターニャ作れないじゃん。病院にいるんだから。これだから行動力のある人は困るぜ。風呂入って寝ます。いいんかな、ターニャルートでいいんかな。うーん、いいけどね、いいんだけどね。なんか久しぶりにやって、久しぶりにやってさ、やっぱこう知らない、覚えてないところとかが振り返れる分、今が良かったのかな。ターニャで良かったんだろうか。バーニャカウダ、グラスホッパーはただのバッタだ。バーニングレンジャー、間違いようがないな、これ実は結構間違いようがないね。ターニャで良かったんだろうか。他のキャラクターのシナリオなんてのは本当にやってないから、わかんないから、そういう意味でそういうその新しいシナリオについての楽しみみたいなのがあればとも思ったんだけど。まあ、深いことは考えまい。とりあえず、夜にかけてみるか。これ通じるかもしれない。明日会いに行っていいっすか。なんだ、病院にいるんすかね。でねー、あー、電話かけたらかけ直してこいよ。しょうがないね。ぐいぐい行ってもしょうがないよね。とりあえず今日はここまで。明日、次回ターニャのところに行ってみましょう。ほなまた。